はい、ということで早速皆さんのね願い事を見ていこうかと思います。帰りに牛乳買ってきて、お使いじゃないんだわ。エマに書くこと軽すぎる。いや私別に神だから今日はここに住むの。買いません。ということで飾りません。これは今年は落ちてるもの食べないでください。食べてないです。しぐれうい食中毒になったの拾い食い したからではないです。食べてないです。これも飾らないです。はい、実家の猫ちゃんズが今年も健康でいられますように。なんてこういうの、こういうの、こういうのが欲しいの。勉強しないで高校受かりますように。あとうい LINE スタンプ待ってるぞ、ウイビーム。ガキすぎるだろこいつ。キッズ配信見てねえで勉強しろ、ガキが。ギャルゾラスバルが見れますように。これ本当に見たいですか、本当に見たいですか。これは私がちょっと見たい、ちょっと見たいかも。これ誰か書いてくれないか。え、ギャルピしてるスバル見たいかも。しぐれぬい再販祈願お願いします。これかわいい、絵がかわいい。かわいい、俺たちかわいすぎ。これお前じゃないから、これ書いてくださった方であってお前たちではないから。うい先生に見合う女になる。2024年も応援しております。良き1年となりますように。良き、あー良きっちゃ。なんて書いてあるの、めちゃくちゃラブ。あーらまー、ゆきちゃんありがとうね。おっさんやぞ、絶対おっさんじゃない。すいませんがね、おっさんはこんな可愛い絵馬描けません。そんなことはないです、おっさんも可愛い絵馬を描きます。うい先生のウインクが見られますように。はい、行きます。はい。叶ってよかったね。はい、叶ったんで片付けます。できてないが、いやできてたが。あー、うおーうおー、はい。2024年うい先生の LINE スタンプが出ますように。いやこれはめちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛いけど残念ながら出はしない。ロリのありがたいお守りが欲しい。でロリ追加するな。いやうまいな。あと光らせるな。私よりもさ、しぐれうい神よりもロリ神の方が知名度高いの、ちょっとどうなんですか。やばい、神様としての格式ちょっとあっちの方が知名度高いんだよな。来年もこうして一緒に笑えてたらいいな。なあうい、誰なんだこいつは。いや匿名じゃないから名前見たら誰かわかるんだけど、誰なんだよ、何なんだよ。金くれ。エマにさ、エマに書くフォントじゃないのよこれ。いやもうモノクロにしたからいいかじゃないんだよ。フォントかぶりしてんだわ。あと別に私ラーメン屋さんじゃないですから。ウニ食べたい、コギも食べたい、甘エビもいいな。アルコールと一緒に海鮮系ムニエルで。これ斜め読み、斜め読みウイビームなんですけど、ちょ、コイも食べたい、なんとかならんかったこれ。これ惜しくないけど、コイは食べなくていいんじゃない。コイは食べれるよ。でも食べたいって言うほど食べたいっていうものでもないじゃん。これはなぁ、ちょっとあの精進してください。いやしなくていいです別に。お？お？うるせえ。珍しく自負が来たから何かなと思ったら。うるせえ。お前普通に書けないのかよ、健康で。はい、健康だといいですね。サンタさん来い。ちょっとまだクリスマスにいる人いますね。かなり哀れ。すいませんがもう来ません。クリスマスに来なかったならもう多分来ないかも。さよなら。もう、ういゴミ、よく考えてみて。これさ、例えばさ、私が高校に行ってさ、黒板に書いてあったとしてみ？いじめだから。ゴミと結ばれたらそれはね、いじめだから。かわいそすぎるしぐれうい。
病気治った、宝くじ当たった、彼女できました、助かる、夢叶った、なんか一人だけチャット欄のオタクいる助かるこれ今の構図ですよ。よくぞ書いてくださいました、この素晴らしい絵馬を。絵馬からはみ出てるけど、まあいいでしょう。しぐれういチャンネルを見てるとね、こういうことが起こりますから。革命でくさ助かる